ちゃん。こんにちは。はい。豊さん。はい。はい。今日も行われました。ね。WBC の強化試合第4戦ということで。はい、まあ第4戦。まあ相手はね、中日というふうに。はい。昨日。まあ一緒なんだけどもね。引き続きということで。はい。はい。まあ、まあ、結果はね、ね今まあ結果出てるけど。4対1で、まあ、勝ちました。侍ジャパン勝ちました。はい、でまあ半端ないよねって何が半端ないのかっていうと、うん、まあ大谷選手のあのフリーバッティングすごいなやっぱりこっちの猫がね大谷選手のフリー打撃見た、うん、半端ないよねっていう全日本の選手もね、うん、こうなんかすずらにになって見てたけどもやっぱちょっと一味違うね、うん、一つパワーが上だなやっぱりもう大谷選手はところ変わっても何も関係がなくて、関係ないね。で手挙げてね、みんなパフォーマンスタンドにパフォーマンスしてたけど、まああれを見れた人はあれだけでお金を払う価値があったんじゃないかなっていう ね。そんな、まあそんな感じがしましたけどね。聞こえてきますが、はい、はい、ではまず先発メンバーです。はい。ね、ということでまたこれちょっとというかいろいろ変わってきましたね。そうだね。うん、まあ当たってる近藤を一番にしてね。はい。で近藤と中野のそのコンビっていうか、うん、まあまあこういうのが非常に良かった時もあるし。はい。でまあ好調の牧を、はい、まあ3番に入れて、うん、まあ村上をちょっとね守備ということよりも。バッティングに集中させるということで、うんまあ、おそらく DH に使ったと思うんだけどもね、はい、で岡本をその代わりでサードに戻し、はいまあ、山川をファーストに入れたとで周東をレフトに、まあ、今日は先発キャッチャーが甲斐という、はいねでまあ、サポートメンバーの藤原がセンターに入ったというね、はいまあ、こういうオーダーになって、まあ、一番山田がこれまでずっと3試合打ってたんだけども、うんまあ、好調のね近藤を一番で使って、まあ、どういう働きをしてくれるか、ねうんはいまあ、楽しみな一戦にはなりましたけどこれ、今回、変わってきたのが村上選手が DH っていうようなことで、はいはい、まあこれは本当に打撃を上げてきてもらいたいなっていう意図からでしょうか、まあ、まあそうだねうまあ状態がまあ悪いんで、はいまあ、バッティングに専念させるっていうこともあるし、うんまあ、サードに、まあ、疲れもおそらくねみんな溜まってきてると思うんだよねなるほどだからまあそういう軽減もあるし岡本のサードっていうのも試したかったと思うんだよね、うん、ここ、はいうん、どういう状態なのかっていうことがね、うんうん、だからまあそういうことで、まあ、村上を半分休ませるみたいなね、うんうんまあ、そんな形で岡本をサードにしたね、まあ、これからはそういうね始まってくると疲れとと戦いもありますよね。もうあるよね。でも、はい、まあやっぱこうキャンプから少し長い期間、うん、ちょっとやっぱ気遣いもあるよね。はい、みんなああもう周りとの初めてのチームだからね、はい。だからそういうことでまあ気持ちも少し疲れ気味、うん体力的にもプレッシャーもかかってるだろうし、そうですね、まあ疲れ気味かなっていうような感じもするけどもね。うんはいということで。はい。まあ、ゲームをねちょっと振り返ってみたいと思うんだけどもまず藤原がね、うん、サポートメンバーのスリーベース打ってツーアウトから、はい、で近藤が見事に返した1点なんだよねだからやっぱ近藤がチャンスメイクもするしチャンスを生かすしというね、うんまあ、非常に大車輪の働きをしてるよね今ねで4回は宮城から、アキーノ1試合連発、はい昨日から、うん、昨日はちょっと抜けたストレートを打ったんだけど今日は宮城のスローカーブをね、うん、まあ打ったというねもうこの2試合ですごく印象づいてますね印象づけてるし、なんか今年の中日はちょっと下味違うぜみたいな、うん、まあそんなことなんだけども、はい、で7回岡本がやっとチーム初ホームランをねはいまあ先頭打者で、うん打ったというね、うん、ことでで、ここは永地、はい、中日のドラフト1位、はい、沖縄から入ったね、はい、そうですもう立浪監督が抜擢したけども、はい、これサポートメンバーの万波が、まあ、ランナー1塁からツーランホームランを打って、ね勝負を決めたという、ね、プロの洗礼のようなものを受けましたか、うん、まあそうだね、はいまあ、だけどサポートメンバーでね、うん、点を取ってるんで、うん、ちょっとまあ褒められた試合ではないんだけども、うん、まあまあそうですね、ね、昨日負けてるだけにね、はい、ちょっと雰囲気は変わったかなって勝ってね、うん、そうですね、はい、勝ちは勝ちなのでねはい、はい、それで
はい、ということで、また投手と、はい、またその他のピックアップしたい事項に触れていきたいと思いますが、はい、今日の先発は佐々木朗希投手、はいはい、立ち上がりからね、まっすぐ走ってたね、まあ、最速165キロが出たね。まあなんか甲斐選手も止められなかった。そうそう、まあでもね、あのボールはね、ど真ん中に来たから、はい、やっぱこう秋野に対して投げたのかな、はい、打つと思ったんだと思うんだよ。でもそれ簡単に見逃したからさ、はい、その甲斐もびっくりしたんだと思うんだけども、あの空振りが取れてない。なるほど、うん、だからまあそこら辺はちょっと心配かなっていうふうには思うけども、まあ1回に25球用意したんだよね、はい、で最初のラウンド65球でピッチャー変わるということ、でまあそんなこと気にしててもピッチングにならんから、はい、まあでも3イニングを投げてね、まあ0点に抑えたという、はい、でね3イニング目にやっぱちょっと配球を変えたんだよね。カリステにね1球だけまっすぐを投げて、はい、あとはちょっと変化球を散らしたんだよね。それで三振を取ったんだけど、やっぱ外国人に対してはやっぱそういう配球が一番いいのかなっていう。なるほど。そしたら楽になれるかなっていう、佐々木がね、はい、でまあみんなが期待してることってやっぱりまっすぐでどん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 押して、ねじ伏せるっていうようなピッチングはしてる、あの期待してると思うけども、やっぱ省エネでいこうとするんであれば、やっぱある程度変化球をね、で立ち上がりまっすぐとフォークだけだったんだよね。はい、で3イニング目にスライダーとかも投げるようになって、はい、すごく幅ができたよね。だからまあそういう配球をやっていくと、もう佐々木はもう大丈夫だなっていう。なるほど。まあそんな感じを受けましたよ。はい、はい、今日の投手陣はね、みんなこう、そう、丸丸、みんな丸、はい、なので、うん、で宮城、はい、前回投げた時よりも、まあ、全然良かったね。ちょっと前回はね、っていう、そうそう、ちょっとどちらかってたしさ、ことがあったので。でもこの試合でマックスが151キロ、うん、まあ、出てるし、まっすぐもこんなに速かったっけっていうような、そんな感じを受けるぐらい腕も振れてるし、あとやっぱこう緩急が使えるようになってるよね。だからボールを操れるようになってるんじゃないかなっていうような感じがするよ。で宮崎の時はちょっと寒さもあったりだとか、まあそういうところでちょっと状態が上がってこなかったのかなと思うけども、だけど今日見た限りではもう完全に戻ったね。なるほど。だから今永、宮城、これ左ピッチャーがこう揃ってきてるんで、ちょっと松井がねちょっと心配なだけに、そうです、ね、左ピッチャーっていうふうに思ったら、まあ、宮城はこうらしさが戻ってきてるんで、まあ、非常に安心しました。じゃあちょっと今はこう心配なことはないかな。ああ今のところはないね。まああれだけ腕振れたら、まあ大丈夫だと思うよ。あれだけ腕振れるから緩急も使えるしね、まあカーブは1本ホームラン打たれたけども、はい、まあまあだけどこっからの微調整でね、低めに集めることをやれば、はい、まあああいう一発も食らわなくなってくるということだよね。はい、はい、で高橋宏斗、はい、まあ、地元名古屋、大歓声でマウンドに行ったけども、いつものマウンドということもありまして、あの若さで、やっぱ堂々たるもんだね。頼もしく見えたよ。はい、ただ立ち上がり、やっぱ大体チームでは先発してるからさ、まあ、中継ぎで投げる、はい、リリーフっていうのはそんなに経験してないと思うんだよね。まあ、その中でやっぱ立ち上がりだけが、先頭バッターだけはちょっと硬かったかなってい う, うん、まあそのフォアボールを与えるんだけどもさ、はい、まあだけどその立ち上がりを抜けたらもう簡単に抑えていってたよね。まあ7回なんか三者三振でさ、はい、締めくくってるけどさ、ビシエドとか、まあ、高橋周平とかね、はい、そういうの三振取って、貫禄があったというかさ若いけれど、はい、いやだから非常に頼もしいなってね、はい、でだからまあ出てきた時どういう風にリズムをつかむか、またそのどんな状況でっていうのも、そうそうそう、試合が勝ってる負けてるも含めてっていうのもありますから ね, あるね、うんうん、で最後伊藤大海、はい、ほらもうパーフェクトに近いね。前回から伊藤大海投手はね良、かったですもんね。投げたいボールを投げられてるというかさ、まあ例えば組み立ての中でここは速いボールを見せとくだけ見せとこう、で次変化球で振らそうとか、そういうこう駆け引きというか、やっぱここにボールがいかないとここの駆け引きはない、でもそういう駆け引きがもう完全にポンポンとか
本とかできるようになってるんだよね、うん、だから非常に頼もしい。投げてて楽しいでしょうね。もう投げてたもう普通にできてるよ ね, ね、だから本当に頼もしいよ。 うまくいくから、ね、そうそうそう、そうですよね、うん、だからやっぱ何かあった時に高橋宏と伊藤っていうのは頼りになると思う、うん、あね、はい、で投手陣は頼もしいということで、はい、まあ、松井がね調子を上げてくれたら、うん、まあ、それこそ本当にもう盤石になるかなっていうような、うん、まあ、感じはするんだけども、うん、まあ、あとはダルビッシュが投げたり、はい、まあ、大谷が投げたりするかもわからないけども、早く見たいですね、早く見たいし、うん、まあ、どういう状態なのかっていうのを見てみたいよね。そうですね、そこも気になりますよね、うん、でも宮崎からこうずっと見てきて、うん、まあ、やっぱり投手陣は頼もしいわ、うん、うん、本当に力がある、はい、ね、で、豊かのピックアップ、はい、その他の部分ですね、はい、はい、近藤が岡本好調、本当にそうです ね、うん、岡本はチーム初ホームで打つというね、うん、で、近藤は先制タイムリーを打つという、はい、ね、だからこの今日は1番に入って岡本が5番なんだけども、はい、近藤岡本って並べると非常になんか点が取れるんじゃないかなっていう期待感が湧くよね。そうなると打順っていうのはどこになってくるんでしょうか。だから、まあ、例えば近藤を2番にして、はい、まあ、大谷1番、はい、近藤2番、はい、岡本3番ってなるとやっぱ好調な3人というか、う、まあ、大谷の状態は分からないけども、はい、まあ、ここら辺で点が取れるかなっていうような、なんか光が見えてきたとい う、 うん、打線の中でもね、はい、うん、で次に牧のファインプレー、はい、これね2回にね佐々木朗希が、はい、高橋周平フォアボールに出すんだ。今日牧選手はセカンドに入ってますね。そうそうそう、はい、で木下の打球ピッチャーゴロだったんだけど、うん、でショートスローが苦手なんだよ佐々木朗希が、はい、でやっぱ低投してちょっとハーフバウンドになったんだけど、はい、それを牧がすくい上げて一塁に投げてね、うん、セカンドアウトにして一塁に投げてゲッツーを完成させたんだけどもさ、はい、このプレーを見た時に、まあ、もちろんファインプレーもあるんだろうけども、牧がやっぱ投内連携とかその練習をやってる中で、うん、佐々木朗希がどういう守備者かっていうことをよく分かってるよね。なるほど、だからここら辺はやっぱ牧の、うん、俺はその予測だったと思うよ。だから落ち着いてたもん、うんうん、変な球が来るかもわからないという。だからそこら辺のチームがだんだん出来上がってきてるなという、うん、まあ、昨日の哲人と今永の牽制で刺したりだとか、はい、うん、だからチームにはなってきてるなっていうのを感じさせてくれたよね、うん、だからすごくいいファインプレーだったと思う。はい、で甲斐、ね、甲斐の2つの盗塁阻止、はい、もう見事だね。うん、もうこれね、前回も試合でありましたもんね、うん、素晴らしい。だからピッチャーの協力もあるけども、はい、クイックというね、はい、だけど楽勝に刺すね、うん、うん、だから取ってからもあるし正確だし、でもその中で一つ低投したやつを牧がそこも救ってるんだよね、うん、うん、まああのぐらいは救えるけどね、ショートバウンドだから、はい、まあ、だけど甲斐のこう盗塁阻止っていうのはまあ見事だったなっていうふうに思います。はい、はい、で心配なの、はい、赤文字が心配な課題ですね、はい、牧はねファインプレーをしてるんだけど、はい、ちょっとバッティングがちょっと変わってきたんだよね。昨日までは昨日良かったんだよ、良かったっていうお話でしたよね。良、うん、かったけどなんかこうランナーを置いて、うん、なんか強引なバッティングが目立ったし、うん、なんか三球三振とか、うん、そういうバッティングもあったしね。だからそこら辺ちょっとやっぱ牧も疲れてきてんなと思ってさ、なんかこう本人も打席の後うんみたいな感じの、うん、多分 ね、 ありましたけど、うん、相当ね疲れてるんだと思うよ、うん、だから一回休ませた方がいいかもわからんね。なるほど、うん、もう結構ね精神的にもいろいろとありでしょうから、まああるよね、うん、で村上、はい、ものすごくやっぱ責任は感じてると思うんだよ、うん、やっぱ4番で俺が打たなきゃ負ける、うん、俺が打たなきゃ勝てないっていうようなね、まあそういうところまで行ってると思うんだけども、まあ、そんなことないよ、うん、まあ大谷も入ってくればヌートバーもいるし、うん、吉田正尚も打席にね、ラインナップに入ってくると誰かが助けてくれるから、はい、頼もしいメンバーがね、そうそうそう、いるからね自分で背負い込まないようにね村上がね、はい、じゃあもっと楽に
そうそう行けっていうことですか。そう、はい、それでね、楽に行けっていうのは、うん、あのね、山川がね、1打席目にね、ヘルメットがね、飛ぶぐらいフルスイングしたんだよ。で、山川も今日結果出てないんだけどもさ、うん、でもね、打球が上がりだしてきてんだよね、はい、山川の、うん、で、2球フルスイングしてさ、大野に対して、うん、はい、ああいうね、フルスイングっていうのがなかなか見れないんだよね、村上に。あ、だから村上も打てるボールを見逃してるところがあるんだよ、うんうんうん、ちょっと硬くなって、はい、で、結果が欲しいからよりいいボールって選んじゃってると思うんだよね、うん、いやいや、もうこの時期練習だから、もうとにかく振ったらを、もう全力で振った方がいいと思うよ。うん、うん、だから、ちょっとね、硬くなってるというか、構えすぎというか、うん、まあそんな感じがするんで、もう少し手足を伸ばして、なんかこう、山川がやったみたいにね、フルスイングするようになってくると、打球が上がってきて、うん、その先にホームランが待ってるかなっていうような気がするんだよね。うん、うん、はい。はい、まああれですね、余計こう結果が出ないとどん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 変なスパイラルに入っていっちゃいますが、そうだね、うん、そこをもう思い切って、そうだからね、はい、結局待ってるから、うん、やっぱ振らなきゃいけないっていうのを分かってるバッターなんだよね、うん、だから結構振っちゃいけないボールを逆に振ってるんだよ、裏目に出てしまう、裏目に出てるっていうね、はい、だからまあ結果はとにかく、うん、あのついてくるバッターだから、はい、振った方がいいということだよね、うんうん、はい、はい、で、野手は、まあ、全体的にバッティングはやっぱ低調です、うん、で今日でも万波のホームラン出なかったらどうするのかなっていうふうに思ったぐらい、はい、うん、ちょっと低調なんだけども、はい、まあ、だけどメジャー組が加わるとチームはどう変わるのか、もう全然 ね、 ね、全然変わると思うよ、雰囲気が。そうですね、うん、だから、まあ、今まで4試合やって、うん、まあ、次からメジャーの選手が出れるのかもわからないけども、うん、やっぱりラインナップに加わってきたりとかすると、うん、やっぱ重みが出るし破壊力も増してくると思うんで、うん、まあそれを楽しみにする、うん、ね、そしたら村上も少し楽になるんじゃないかなと思うね。まあね、他の皆さんもメジャー組が入ってくることで気持ち的に全然変わってきますもんね、うん、まあそうだね、うん、まあただ今日はね、はい、サポート組が頑張ってくれて、はい、まあ点に結びついたけども、うん、まあだけど結果的には多分 2-1 ぐらいで勝ってる試合なんだよね、うん、やっぱここが頼もしいから投手陣が、はい、うん、やっぱりこことの連携、うん、もう投手陣を信じて、うん、まあ、なんとか1点を取るというね、うん、まあチャンスもあったんだよ、バントを決めて、はい、ワンアウトランナーサード、うん、まあ、マキっていうシーンもあったんだけども、はい、まあ、それ返せなかったんだけどもね、うん、まあ、これからはやっぱ本ちゃんに向けてね、なんとかそのランナーを生かして取ると、うん、まあ、そういうこともやっぱ作戦の中でね、ちょっと考えた方がいいのかなっていうね、うん、まあ、感じもしたけどもね、まあこう4戦ありましたけど、はい、まあ、一試合一試合で、うん、こう、まあ、課題も克服したり、そうそうそう、また新しい課題が出てきたりということで、そうそうそう、まあ、一個ずつ、うん、こうね、世界一への道やなので、まあ、そこに近づいていけてるのかなというところですか。まあ、そうだね、うん、まあ、心配なのは、はい、今調子のいい人が本茶に入って打てないっていうケースもあるし、はい、でも今、うん、調子の悪い苦しんでる人たちが、うん、本茶になったら調子が上がってくるっていう、うん、こうやっぱバイオリズムってみたいなのがあるからね。だから今調子のいい人は絶対本茶に上がるっていう風に思っとくべきだし、うん、やっぱ好調な人はいやいやもう絶好調、うん、好調維持していきますよみたいな、もう終わりまでね、うん、まあ、そういうメンタル的なことも大事だし、はい、まあ、そういう思考も大事だよね、はい、まあ大丈夫、一流だからみんながね、そうですよ、うん、その前に普通に考えて一流選手なつもりです、ね、はい、でもあんまり心配かけないようによろしくお願いします、はい、ね、休む時はしっかり休んでね、はい、体調を整えてください。また次は、移動して、そうだね、試合がありますね、大阪だね、大阪で、はい、頑張ってくださいよ、はい、はい。